赤井川駅に到着です。森へ向かって伸びている長い直線ホーム。たった一両の列車が止まるにはもったいないくらいの空間です。いい天気です。駅のお散歩日和とでも言いましょうか。では早速赤井川駅をじっくり味わいましょう。まずは降りたホームの隣へ目を向けてみると、こちらのホームは少し崩れかけて、いやいや自然に帰ろうとしているのでしょうか。月日の流れを感じさせます。ここには何か建物があったようです。待合室だったんでしょうか。残された風景から想像を巡らすのも秘境駅の楽しみです。赤井川駅は明治37年10月に開業した古い駅。待避線を持ち合わせている列車交換ができる駅です。こちらは現在の待合室。ちょっと中を覗いてみましょう。日の光が差し込んで十分に明るい待合室です。椅子はまあこんなに必要ないとは思いますが、鍵のかかったドアの奥には懐かしい黒電話が一つ、窓の向こうに昭和の思い出がしまい込まれている感じです。秘境駅なので列車が止まっても降りてくる人はまずいません。赤井川駅から利用する人も1日わずか数人だそうです。時刻表を見てみると、終電の時刻は都会並みではありませんか。帰りの時間を気にしなくてもよい貴重な秘境駅と言えるでしょう。こじんまりとした駅前広場に出てみると、線路に沿って伸びる細い道を発見。少し時間に余裕があるので、ちょっと先まで冒険してみましょう。森を抜けたところ、舗装された道まで歩いていくと一本の川が流れていました。
木漏れ日の中で心地よい響きを立てる赤い川。でも水は赤くありませんでした。周辺は国道へ抜ける道に沿って人家が数軒あるのみ、それ以外は森に囲まれた赤い川駅でした。まもなく列車が入ってきます。通路を横断しないでください。また随分飛ばしますね。特急列車に乗っていたらこの駅はまず目に入りませんね。もったいないな。ここは秘境駅です。しかし意外にもすぐ近くの場所には多くの観光客が訪れてきています。大沼国定公園は道南を代表する景勝地であり、赤い川駅とは目と鼻の先と言ってもいいほどの近い距離。北海道駒ヶ岳を背景にした3つの沼が絵のような美しい風景として広がっています。秘境駅との組み合わせで訪ねてみるのもいいかもしれません。